皆様こんにちは、四軸的心です。もう本日上げる動画は高速走行しかないんじゃないかっていうぐらいあれですけど今ここはまあ山陽自動車道、まあ、広島岩国道路ですね、正しくは広島岩国道路なんですけど山陽自動車道です。全く映っていませんでしょうけど左側には宮島が綺麗だな。脇見運転はいけません。でこの先もし景観が良ければ大竹あるいは、岩国のコンビナート群が映るんじゃないかなと思うんですけどね。どうでしょう。運転席からね、運転しながらチラ見で見えるのとカメラで映るのは違いますんでね、都合よく首を振ってくれるわけじゃないんで。ちょっと厳しいかなってな感じなんですけど大野インターはねもう過ぎましたんで次はまあ大竹インターっていうことになるんですが、私は今前を走ってるエネオスのタンクローリーに追従をして走ってます。さすがプロですね。ピタッと80キロで走ってます。ピタッとで防音壁で外が見えないというあ、わずかに映ってるかな。見えないですね。大竹 2.5 キロ、はい、大竹市ですね。病院ですね。ここは入院されてる方のためにあのカープの選手がね訪問したりとか、あと地元では有名な南一星さんっていう歌手がねいるんですけど、その方も慰問に訪れたりとかですね。南一星さんといえばやはりまあいろんな、なんて言うんです、広島で街中であるちょっとしたイベントなんかにはこうよく出演されてますけど、おそらく今年もないであろう浴衣で金祭ですね。浴衣で金祭っていうのがまあ9月の初め頃にある、まあ、広島の、まあ、夏が来ましたよっていうような感じの祭りで、まあ、街中に浴衣で来て、歩行者天国には、まあ、昔はなってたんですけど今ならないと思いますけど、露店も出たりとかしてですね、こう
にぎわうお祭りなんですよね。でその時にそれに乗っかる形でですね、流川商店街になるのかな、まあ、飲み屋とかがいっぱいあるところですけど、そこの新天地公園ですね、そこで盆踊り大会があるんですけど、その時でその盆踊り その真ん中に作る櫓の上でね、広島天国を歌うと、まあそういうようなのがあるんですけどね、あれがね楽しいんですよね。浴衣の人もいっぱいいるし、で普通にまあ買えば、買えばっていうかビールとかもね、商店街が売ってるんですけど、まあ、普通に買うよりはちょっと高いんですけど、高かったと思うんですけど、まあ、まあそういう問題じゃないんです。あそこでビールを買って飲むから美味しいという、早くコロナがなんとかなってほしいもんですね皆さん。ああいう些細なこう楽しみっていうのもね、奪っちゃいますよね。まあ、それは近くのコンビニでビール買って、あ、山口県に入りましたね、岩国市になりましたね。そうです、コンビニで買ってね、そこの公園で普段飲みはええじゃないかとかって、まあいや、まあそれはそうなんですけどね、そういうもんじゃないというそういうもんじゃないというですね。ちょっといい景観を期待してカメラ止めずに回してるんですけど、どうにもこの望遠鏡が許してくれそうもありません。で歩いて行ってたんだなっていう、そういう作りです。やっぱりメイン
だし、で今はやってないけど、あ、旅館だったんだなみたいな作りの家もあるし、あ、昔商売やってたんだなみたいな作りもあるし、で今現実的にスーパーマーケットとか、スーパーマーケットって言っても地域の人が行くようなスーパーマーケットですよ。それとかなんか銀行があったりとかですね、郵便局があったから、だから食べ物や食堂その道が錦帯橋に行く本当のメインのルートでみんなそこを通ってたし、宿泊する人はそういうところで宿泊を、まあ、していたんだなというのが分かって、こう歩いてるだけでこう歴史散策してるような感じにもなるし、あれが一番いいでしょうね。まあ、県外からの人はね、わざわざ広島バスセンターから、バスに乗ってっていうようなことは、まあ、あれですから、まあ、岩国駅まで山陽線できて、まあ、そこから錦帯橋へ行くバスは結構出てますんでね。ですね、到着いたしました。そうです、あ、一般道が映ってるかな、ちょっと映ってるかどうかわからないんですが、山口はですよね、ガードレールがね、オレンジ色です。これみかんがオレンジ色なんで、それをモチーフにですね、山口のガードレールはオレンジ色と。中国道より車が多いっていうのがね、すごい見て取れるんですよ。制限が80になってますね。大体いつもこの岩国インターからは100なんですけど、車線とは言わないな、対向部分はパトカーがぶっ飛ばしていってましたけど、この山口はですよね、広島の人から見ると速度違反の取り締まりがとても厳しいと。本当かどうかは知りませんけど、やっぱりまあ厳格に取り締まるということなんだと思うんですよね。まあ一時期厳しかっただけかもしれませんけど、でも確かに高速帯のパトカーもよく見かけますね。何かあるのかもしれませんね。過去事故が起きたところは徹底的にパトカーとかを走らせるとか。高速道路の事故なんてなんやかんや言って速度超過が原因っていうのが多いですから。あー、なるほど、この辺に新岩国が、新岩国駅が昨日取ってた高速道路は多分この辺のなんでしょうね。多分トンネルとトンネルの間みたいな感じだったんで、ここを取ってたんですよね、ここをね、この区間撮ってたんだと思いますね、向こうからね。
で15分近く回したんですけど、ここら辺はもうトンネルばっかりなんで一旦終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。